こんにちは、アニマルタイガーですとなぎちゃんでーす。あ、自分で言ってくれましたけど、久しぶりのなぎちゃんです。こんにちは。こんにちは。久しぶりに化粧しました。天君パーカーね、新しく販売するやつもちょっと着てもらったんだけど、 M サイズなぎちゃんが着るとこんな感じ。どう？いい感じだね。めっちゃ似合ってる。やっぱいいね、そのデザインのパーカー作りたかったから、ようやくできてよかった。でね、今日なんだけど、まあ久しぶりのなぎちゃんと撮影っていうことで、こちらの子ね、はい、後ろにね、いっぱいいますけど、なぎちゃんが飼育している西アフちゃんたち。ちょっと前にね、僕が、推してるサンモルフっていうことでね、3匹紹介させてもらったんですけど、今日はなぎちゃんの推しモルフ3匹紹介してもらおうと思います。お願いします。はい。3匹だからね、まあ今押してる3匹をね、教えてもらおうかなというふうに思います。それではじゃあ1匹目からお願いします。3匹紹介と言いながら今悩んで決めてますけど、一応あれだね、俺が選んだ3匹もいるけど、まあかぶった場合はもう1匹紹介みたいなので、かぶったらもう1匹、うん、かぶったら追加。俺の推しサンモルフは確か、まあ、うる覚えぐらいか、なぎちゃんは。わかんない。ちらっと編集中聞いてたぐらいだから、うん、あんまり覚えてないかもしれないけど。悩むよ、これ。でモルフでおすすめってことでしょ。そう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 。お気に入りって。そう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 。その子がとかじゃなくて、モルフで。そうだね。うん、そっちにしよう。ノーマルもね、あのうちの子たち何匹？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12匹ノーマルいるので、まあ、ノーマルのね個体差も今度また別でちょっと撮影してみようか。なぎちゃん結構違うもんね、ノーマルもね。うん。ノーマルもいっぱいいますからね。まあそんな中でもまあモルフものですね。まあ、西アフちゃん最近モルフがねまた増えてきてますから。多分決まったかな。決まった？じゃあ一匹目からいけそうかな？じゃあ一匹目、あのかぶりだから先に。お願いします。お、そっちの子？その子ですね。やっぱりこれが一番もう最初に綺麗で好きになった。こちらゴーストレオパターンです。僕は3匹目に紹介した子かな、の子です。ちょっと下で見てみようか。はい、この子ですね。まあ僕もね大好きな30劣勢コンボモルフっていうことで。しかもこの子めっちゃ綺麗だよね。うん、めっちゃ綺麗だから。この子の好きなポイントは何ですか、なぎちゃん。紫のところ。ああ、そうそうそう、俺のあの推し三世の時に言わなかったけど、この子、まあ、ゴーストオレオパターンレスってねモルフ名なんだけど、それを総称してパープルヘイズって言うんだよね。うん、パープル紫です。一番好きな色だからね。このなんかいいよね、淡くて、うん、淡い紫、スミレ色みたいな感じ。この子ベビーの時ってどんなのだっけ、もっと濃い色合いだったんだっけ。いや、もうちょっと濃くって、透明感があるよね、やっぱ西アフのベビーの時って。あ、だんだんその白地がちゃんと出てきて。あ、確かにそうだね、かわいい。いいね、やっぱこのストライプもこの子いいよね。うん、すごい綺麗だよね。一応でもこのストライプとかはあれなんでしょ、ランダムなんでしょ、ランダム遺伝的にはらしい。うん、この子男の子ですね。女の子もさ、女の子の方がやっぱりさ、ちょっとポテッとした子が多いじゃんか、体型がね。そうそう、うん、女の子も欲しいよね。ゴーストは女の子さ確かに確かに、ちょっと繁殖ではできないけど、うん、女の子のパープルヘイズも欲しい。なるほど、絶対可愛いよ、ね、全然尻尾がもっとポチャっとするもんね、うん、感じの子。じゃあまあこの子かぶりだから、じゃあ濃感でね。濃感なんだね。濃感、とりあえず濃感だけどまあまあ好きですよ、うん、ということです。はい、じゃあ、パープルヘイズかぶりだったっていうことで、まあ、かぶらなかったらいいなっていうので1匹ねじゃあ、はい、次この子。おー、その子か。なるほどね。はい、この子ホワイトアウト、オレオツールー。この子も30モルフ。30モルフだね。20劣勢
じゃあ紹介します。はい、はい、じゃじゃーん。この子結構大きくなったね。この子も、この子、このホワイトアウトオレオズールのめちゃめちゃそのクオリティが高いと言われる時の色がもう超絶綺麗で、多分あの買った時の写真があるんだけど、うん、めっちゃ綺麗だから見てほしい。それパシャッと出してでも白地がねパッとこんな感じで、ね、うん、この子は女の子、女の子だね。女の子です、うん。このホワイトアウトオレオズールの子の模様がね、やっぱ同じような子があんまりいないっていうか、あ、個体によってやっぱ違ってくるから、すごい面白いモルフだなと思って。確かに好きですね。可愛いね。ポテポテポテしてる女の子体型なんか顔も可愛いからね。うん、顔見れるかな。あ、本当だ、可愛い。なんか、はい、じゃあ1匹目被らなかったですね。こちらのホワイトアウトオレオズールが、入りました。じゃあ2匹目いきましょう。はい、じゃあ2匹目だね。この子も、被ってません。モルフがこちらです。ホワイトアウトスノーヘテロズールのバレッタですね。この子は最初の方にお迎えした子だね。そうだね、うん、大きくなりましたよ。こんな感じのヘンテコシェルターに入ってますけどバレッタちゃんだね。よいしょ。これあれでしょ、あのこの子はイラスト描いてもらった時のモデルの子でしょ。そう、うん、ああ、うんちしてるけどね。ほら、中でうんちしてますけど、大きくなりましたね、バレッタちゃん。はい、ホワイトアウトスノーってことは、分解するとキャラメルとオレオが入ってるってことですね。そう、はいはいはい。あ、サンジモルフだね。サンジモルフだね。しかもヘテロでズールーも入ってるのか、うん、すごいね、いろいろと入っているモルフちゃんだけど、やっぱスノーがかわいい。かわいい、ね、ピンクっぽいもんね、うん、薄ピンクに薄茶色大きくなって尻尾が立派だねこれ、うん、ヤンプヤになっちゃった、うん、やっぱこの合わせた状態が好きなの、ホワイトアウトとスノーで。いや、別にそういうわけじゃないけど、うん、スノーが好き。あ、スノーが好きなのね。でもうちスノーの子はいないから、ホワイトアウトスノー。ああ、そうだね、確かにホワイトアウト入ってる子多いからね。なんか選んじゃう、ね、ホワイトアウト入ってるとな、顔が可愛くなるのかな。そんなもあるのかもしれない。はい、じゃあ3匹目もね決まったみたいです。そしてこの子もね被ってないですね、僕とは被ってない。ホワイトアウトオレオパターンレスでヘテロでゴースト入ってる子ですね。女の子。この子じゃあちょっと見ていきましょうか。はい。はい、じゃあ3匹目のこちらの子ですね。出してみましたけど、この子も綺麗な子だね。かわいい。オレオってやっぱなんかいいよね。いい。美味しそうだね。やっぱそのオレオで命名されてんのかな。じゃないのかな。美味しそうだね、オレオは。白と黒だな。ダルメシアみたい。手足もかわいい。尻尾はさ、なんかすごい紫っぽくていいね。そう、グラデーションになって、うん、いいね。この子ね、ヘテロでゴーストも入ってて女の子だから、ね、繁殖もね、いいよね。いや、大きくなってこの子ね、俺も世話してる時思うんだけど、めちゃめちゃ食うねめっちゃ食べる。お腹パンパンだと思うけど、昨日ご飯の日だったけど、すごい食べる子ですね。成長が早いですね。じゃあいいですか、3匹目のこちらの紹介ということで。はいはい、じゃあ3匹紹介してもらいました。はい、じゃあね、なぎちゃんありがとうございます。3選、決めてねもらいましたけど、まあなかなか決まらなかったので、ね、結構大変でしたけども、まあ今のね推しの、サンモルフっていうことで紹介してもらいましたけど、まあ半年後とかね、また定期的に撮ったらその時のね好きなモルフ変わってるかもしれないけど、今欲しいモルフはある。あ、何ですかそれは。じゃあキャラメルゼロ。キャラメルゼロ、おー、なるほど。キャラメルパターンですか、キャラメルゼロが欲しい。あー、なるほどね。それで言うと、じゃあ俺も欲しいモルフいるな、まあ、やっぱアメルパターンです。アメルパターンです、
そうそうそう、メルパターンレスはね、いいなと思って、オレンジ色の感じで。アメルいないね、うち。アメルはね、そう、まあまあこの子はそうだけどね、ヘテロで、あ、アメルオレオか。アメルオレオだから、まあ全然アメルっぽい色ではないんだけどね。うん、あとあれだ、ナギちゃん、俺あの、ノーマルにハマってる。そう、ノーマルいっぱいいてね、全然違うので、なんかやっぱワイルドの個体をねたくさん見て、なんか気に入った子とかいれば増やしたいなっていうのはある。買えないです、買えない。こんなことは言わなくていいんだよ、頑張りますから。ということで、締めていいですか。こんな感じで、なぎちゃんにですね、西アフオシンモルフ3選選んでもらいました。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。